GTP は第二次世界大戦前にポーランドで開発された戦車である。アメリカのクリスティー式戦車を元に設計され、一両の試作車が完成しテストされたが、量産には至らなかった。1920年代末にアメリカの発明家ジョン・ W ・クリスティによって開発された戦車は、ストロークの大きいクリスティー式サスペンション、独特の装輪、早期療養機構を備え、 優れた機動性能を持っていた。軍の機械化を進めていたポーランドは、軍技術調査研究所の担当官を派遣、視察を行った。調査報告をもとに1930年、クリスティー式戦車1両の購入が決定され、手付金も支払われたものの、結局、この購入計画は頓挫した。原型とライセンス権を入手できなかったポーランドでは、1930年末、 クリスティー式戦車の公表データや、反則用リーフレット、視察時に得たスケッチ等をもとに、独自にクリスティー風と名付けた、総輪、早期療養戦車の開発をスタートさせた。その後、ポーランドはイギリスからビッカース・ロットン戦車を購入、その改良型である 7TP 戦車の開発が始まったため、クリスティー風の開発は一時発揮されかけるが、その後、 BB に代わって設立された装甲部隊技術調査室において計画は復活。デドルフ・グンドラフ技師を長として 10TP の名称で開発が再スタートした。10TP に求められた役割は同じくクリスティー式戦車から発展したイギリスの巡航戦車同様、機動力を活かし従来の機兵の役割を代替、もしくはそれを補佐するというもので、この頃立案された。 武器資材委員会の防衛整備録可燃計画では、0 t p は TK 豆戦車と共に機械化連隊に配備すべき装備と位置づけられた。試作車は国営技術交渉の手により1938年夏に完成した。0 t p はオリジナルのクリスティー式戦車が細い車体の全部中央に操縦士を配していたのに対し、 操縦手と前方基銃手を並列で座れる幅広の車体を持ち、砲塔は、ボホース 37mm 砲と同軸基銃を搭載する 7TP の2名用のものが流用されていた。操輪走工事の機動性を向上させるため、第二天輪を引き上げることができるようになっていたのは、オリジナルのクリスティー式戦車や、ソ連やイギリスでの発展型にはない特徴だった。その後行われた。 走行試験では、若干の修正箇所は見つかったものの、おおむね満足できる性能を発揮した。その後紹介集の後、さらに1939年初めからテストが重ねられた。その一方で、総輪・早期療養機構は、複雑さのありに実用性は薄く、その分を走行強化に回すべきとの判断に基づき、療養機構を廃した発展型 14TP の 開発計画がスタートした。しかし、1939年9月の開戦により、10TP、14TP ともに実用化されることなく、終わった。ワールドオブタンクス、ポーランド系戦車 10TP が開発可能。また、ポーランド系戦車 14TP が開発可能。ありがとうございます。